さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。さあ4回目4回目だね。ちゃんと続いてます。ちゃんと続収録忘れてました。結構そう髪一重の、そう毎回髪一重で、心さんがね昨日そういうの、ね、撮ってないよねって言ってくれて慌てて今撮っております。はい、よかったです。私も気づけて、いやでもね、まあ、4回目4月ちゃんと続けられました。そうだね、ちゃんと1ヶ月経つってことだもんね。1ヶ月ちゃんと、とりあえず1ヶ月はクリアということで、ね、で万が一好評ですよ。そうかそうか。なんかびっくりしたのが、うん、あの岡さん、前の二度付けラジオのね、うん、岡さんがお世話になってましたよ。そうずっとちゃんとハッシュタグつけてねコメント聞いてます。そうそう、寝るラジリスナーですって岡さんが言ってくれてて、めっちゃ緊張するけど、うん、だってなんかその二度付けラジオをきっかけで、うん、ラジオのレギュラーもらって、そうそうそう、あ、こんな風にラジオって撮るんだ喋るんだっていうのを、うん、勉強したね。勉強させてもらった、うん、岡さんが聞いてるって。岡さん聞いてますか。聞いてますか。頑張ってます。先生なりに言いたいことあるかもしれない、ね、言ってるかもしれないけど、だってオープニングトークしたいもん。世代別あるある。したい。番組パクリになるからしませんけど、そこがただ二度付けラジオを卒業してあの寂しがってるリスナーの方が早速、うんうん、お便りを送ってくれました。そうなんですよ。前回募集しましたね。そう、心さん、じゃあお便り読んでください。はい、二度付けラジオでもねお世話になっておりました、みどりさんからいただきました。ありがとう。ありがとう。こっち聞きに来てくれるんだね。本当だよね、うん、なんかそわそわしちゃいますね。てな感じでまたメッセージを送れることを嬉しく思いますが、番組として何ぞ新しいコーナーを作ろうとかって構想みたいなのはありますか、うん、個人的には心さんの送ってくれないと〇〇しちゃうぞはどこかで復活希望ではありますが、それはお二人にお任せするとして今後も楽しみにしております。でレギュラーが決まったらこれ終わっちゃうってなるのは寂しいかもなーだって。優しい。もうただ気に入らないのが復活してほしいコーナーが心さんのコーナーっていうところですよね。そう、それ気に入らないわけじゃない。さやかちゃんもやったらいいと思うよ。そうそうそう、ありがとう。ありがとう。いやなんか、うん、その二度付けラジオのさ、心さんがお便り送ってくれないと〇〇だぞ、うんうんうん、あれ本当面白いよね。いやあれさ、でも毎回結構冷や汗かいてる。緊張してる。うん、何言おうと思って、なんかその前に勉強になったのがさやちゃんがこうこうオープニングトークとくるませて、うん、最後落ち着けたらくるませて、くるませて、絡ませて、絡ませて、丸めました。そう、丸めましたけど、うん、そう、したら綺麗になるみたいな。いや、私本当アドリブ聞かんから、いつも怖い。振られたらどうしようって、一応一回振られたじゃん。振られたら何もないぞと思いながら待ってる。そうだったんか、もっと回したらよかったな。違う違う違う、振られたくないから一応考えてんだけど、いつもそれで考えてるから、お母さんがさよこさんなんでその無表情なの、やってるんですか。考えてるからだね。気に食わないわけじゃないんです。そう、緊張してたよ毎回 ね何がいい、毎回あるもんね。そう、いやでもちょっと面白かったねあれはね。けどこれもね、あの二度付けラジオのコーナーだからね。そうそう、勝手にパクるわけにいかないんですよ。だから新しくコーナー、いや私は、うん、なんかやっぱお便りを送ってもらって、うん、こう成り立つコーナーみたいなのがしたいんで。あ、いいよね。そうだよね。普通のラジオみたいに、まあ、いろいろね権利的な問題あるから調べなきゃいけないんですけど、うん、リクエストもらってやっぱその人の好きな曲かけてあげるとか。あー、そうだね。エピソードを聞いてかけたい、かけたい、アドバイスしたい。そう、だからなんか私たちがそのお悩み相談を聞いて、うん、じゃあそんなあなたにはこれを送りましょう、うんうん、聞いてください恋の方程式みたいな。あ、うん、したいしたい。送ってほしいよね。ね、みんなあれじゃないの、でも顔とかバレちゃったらね。みどりさんとか顔が一致してしまうので。そうか、まあでもその場合は名前変えれるもんね、ハンドルネーム。そうだね、うん、みんなにバレないような名前で、うん、恋愛とかでもいいんだよ。恋愛相談を送ってほしいよ。あ、いいね。それぞれの持ちコーナーみたいなのもね、うんうん、あったらいいなとも思うし、うん、ただ私たちこれ普通に喋ってて、うん、いつもだいたいね15分前後にしようと思って、うん、YouTube でパッと聞きやすい。そう、ね、寝る前に聞いてほしいから、うん、長すぎてもダメだと思うんですけど、うん、いつも結構カットしてて長い話が。そう、なんでだろうね、盛り上がっちゃうんだよね。この間の前回の放送でもカットしてるんですけど、うんうん、途中で私がネットフリックスどうやって入るんっていう説明が入って全部カットしました。それはまあいいやろ。長いんですよ。長くなっちゃうんだよね、はい、でもやっぱりお便りもらったらそっからこう話も膨らむし。そうだね、どうだったとかね、みんなと一緒にね、自分たちの思い出の話とかもできるかもので、はい、リクエストもお待ちしております、はい、相談もお待ちしているので、はい、よかったらね、イエスハッピーの新しいホームページのねお問い合わせフォームの方から、はい、送ってもらえたらなと。面白いものを読みたいと思います。読みたい、はい、楽しみ。最近
最近、まあ、自粛中また続きますけど、ね、もう4月も終わるけどゴールデンウィーク入るもん ね入ったもん、入ってんのかな、感覚がないよね、もうずっと家にいるから。そう、ずっとお休みだもん。カオラさんでも最近なんか SNS でさ、うん、インスタとかで、うん、コメントをメッセージを返してあげたりしてるじゃないですか。そう、質問ね、質問を募集できるから、うん、それでやって、でもあれは気分です。今日は動画で返そうとか、その中からこう普通にメッセージで返信しようとかは決めずに、もう気分でやってるんですけど、でもなんかあれでちょっとなんかこう特典会で会えない分、あ、特典会してあげてるんだ。やり取りできるから。いいですね、アイドルだな。みんなあ、コミュニケーション取ってる。そう取れて嬉しいなって自分も思う。嬉しいと思う、あれめっちゃ。だって自分がさ、質問をインスタで送って、ロビンさんがじゃあ、うん、私の質問は声で返してくれるんでしょ。そうだね、保存だよね。いや嬉しい。そっか、なんか嬉しいと思います。毎回募集するかもういいよって思ってるからと思って。いや、思ってないと思う。嬉しいと思う。嬉しい。しかもなんか心さんのああいうのって、うん、いや私あんま見ないようにしてるんですよ。まあ、なんか恥ずかしいかなと思って。心さんのさ、いつもああいう動画ってさ、うん、ちょっと近いじゃん。すごく。確かに近かった。で声的にもすごい耳元で喋ってる感あるから、みんなどうやって耳当てて聞いてるのかな。聞いてくれてるかな。私だってイヤホンで聞くもん、自分として目閉じて。嬉しい。 いや、うん、オタクの部分出てたね今。そう、嬉しいだろうなってめっちゃ思う。ファンサービスだなと思う。どうですか。それは私はね、うん、あの最近ブログも始めたじゃないですか。そうね、ノートってやつだね。そうで、あの自炊をね、前回も言ったんですけど、うん、するようになったら、うん、あまりの多分レベルの低さにみんながいつも以上にツイッターで返信してくれて、ね、確かにいいねも多いなと思った。だから自撮りよりいいね多いんですよ、汚い料理の方が。ちょっと切ない気持ちになるやん。リアクションも良くて、なんか厳しい人もいればめちゃくちゃ甘い人もいる。え、厳しいのどんなの。厳しいのはなんか色味がないな、まだ茶色だみたいな。面白いなと思ってる。面白い。なんかそれで普段コメントしないような人とかがコメントしてくれたりとか、嬉、うんうん、しいね。なんかね、すごい繋がってる感じがして嬉しい。うん、うん、今レベル何分まで。今レベル20ぐらいじゃん。いや、何100中。いや、もう無限大ですよ、レベルアップは。そうかそうか、そこまで行ってもいいもんね。だからでもこうみんなのアドバイスちゃんと聞いてるんですよ。えらいよ。あんまりアドバイス聞かない性格なのに。そんなことない。聞いといて忘れるみたいなのが多いから、ちゃんと今日はこれこの食材があるんで何したらいいと思いますかって聞いて、うんうんうん、その中の一つだけをピックアップして、チョイスしてね、うんうん、でもすごい、いつも返信してくれないような人がしてくれたりとか。嬉しい。え、それを聞いた上でさ、どうするの。一応あのネットでレシピ調べて。調べるんだけど、うん、私あのもうね、あの分量をしっかり見れない。あ、細かくできないのね。そう。で、なんかそれがやっぱりダメなんだと思う。お菓子作りだと余計ダメらしいよ、それらしいね、うん、きっちりしないとダメなんですよ、うん、する一応するけど、あの私安い量りとか買っちゃうから多分もう量りがあるんだ。 やろうという気持ちが大事ですよ。この間フレンチトースト作ったよ。いい、飲みしてよそれ。なんか私あげてよ。自炊警察がうろうろしてるから怖いんでしょ。それ聞いてから怖くなっちゃう。心さん最近あげないなと思って、私待ってんだ結構。これ焦げ目がちょっとなんか傷つくなって。いや、なんかあのね、女子箱さんとか芸人の小島ラテさん、うん、結構厳しいんですよ。で、あの載せてないと今日 あの自炊まだですかみたいな。載せなくてもダメなんだ。くるくるくる。女子箱さんマジ毎日送ってくるから。え、なんか言っていいかな、女子箱さんが、うん、そのお友達に見れるよってやつで、うん、フレンチトーストやってて、うん、で、いいなって送ったらレシピ送ってくれたの。なんだよ女子箱。でも簡単だよめっちゃ。でやってて、ここ最近ハマってて。ちょっと乗せてくださいよ。ちゃんと警察に怯えないで。怖いな。見回ってるからね。オッケー、乗せるわ。で、なんかでも私は、うん、お鍋が1個しかないんですよ、うんうん、IH のなんかもらったじゃん、うん、お鍋が1個しかなくて、それでカレーしたり、いろんなことしてるから、なんかそれで食パン焼いたらカレー味になりそうだなと思ってやめてる。本当だね。あ、だからフライパン。そんなフライパン欲しいんですよ最近。欲しいって言ってたね。そう、フライパンをそろそろ Amazon で頼もうかなと思って、うんうんうん、それもね、うん、書いたんですよ、うん、あの何したらいいと思いますかって言ったら、うんうん、みんなが味噌汁と野菜炒めとってなんか3つぐらい3品ぐらいあげてくる人が多くて、いやちょっと待って1個しか鍋がないっていうの言ってなかったと思って、あの補足ですいません鍋1つしかありませんって言ったら、何人かがいや鍋1つかよみたいな、鍋1つで聞くのも酷だなみたいな、みんなすごい突っ込んでくるなと思って。面白い。え、本当に料理しないんだみたいな。結構みんな毒舌ですよ。
ね、嬉しい嬉しいね。味噌汁はちょっとみんなと繋がってるレベル高いな。そうでしょ。で私 の今のなんかモットーじゃないですけど、うんうん、スーパーは行くけどさ、もうすごいテレビでさ不要不急の外出とか言われるから、うんね、3日に1回とか言うもんね。そう、買い物なんか作る時もすごいみんなが彩りって言ってくれるんですけど、うん、いつもスーパーでいや別にレタスそんな食べたくないし皿に敷くだけのレタスは不要不急だなって言っていつも除外されるの。トマトとレタスとかキャベツがそう除外されちゃうんだ。不要不急のものは買わなくていいかと思っていつも茶色くその差別は違う気がするけどね。そうなんかみんなが言うからあまりに緑とか、うん、言うからこの間パセリを買って。パセリ、そう、モットーに反して、ポリシーに反して不要不急のパセリを振りかけたらやっぱでも緑って言われたから、ちょっとずつそれ。いやパセリ買おうと思うも偉いよ。そうでしょ、うん、100円でもこれ買いたくないと思って思ったんですけど、食べるってなるもんね。そう、大事らしい。偉いです。毎回だからこのラジオでも報告しますので、うん、お便りもレシピとか送ってほしい。あ、いいですね、はい、あの自分家のねあるでしょうからね。お母さんからのとかレシピを送ってもらって、うん、それに挑戦して。あ、いいですね。で私はこの後心さんからフレンチトーストを教えてもらいますのでフライパンが届き次第作りたいと思います。作りましょう。心さんは怖がらずにね。はい、怖がらずに乗せていくようにします。乗せていってくださいすぐビビっちゃってる。そう、一回ね私が冗談で心さんが料理乗してたら気をつけて自炊警察が来るよって言ったらそうなの怖いって言ってから乗せなくなったの本当に怖がってるから怖がっちゃったから。お手柔らかにお願いしますこれで本当に長く喋るよ私は。ねえ、多分ねもう結構長いんだな。結構もう終わりの時間が近づいてきておりますが、はい、今回ですね、はい、大好きなあの子たちからお便りが届きまして、はい、嬉しい。和歌山のアイドルファンファンちゃんから、はい、大好きな、そう、ニューシングルとお手紙が届いたので、ありがとう、ご紹介したいと思います。お願いします。イエスハッピーさんへ。イエハピさん、お元気ですか？元気。なかなか会えないので寂しいです、うん、私たちファンファンが6月28日に発売するシングルです。アスタリズム、夢見る星座たちです。いつも優しくて温かいイエハピのお姉さんたちがいてくれたからファンファンもここまで来れました。これからもメンバー全員で星座のようにいろんな形で輝いていきたいという思いが込められています。ちょっと泣けてくる、ね、泣けてくる。イエハピのお姉さんたちがいてくれたからちょっと声詰まったもんね。早くイエハピさんに会いたいです。一緒にダーリンやりたいです。アスタリズムもライブで見てほしいです。会えない時間が愛を育てるって言いますもんね。正義。誰が書いてくれたのこんなこと誰が書いたんだ。次会ったらもっとイエハピ姉さんへの愛が増してると思います。イエハピさん、アスタリズムぜひ聞いてください。嬉しい。これね、1つずつね、しかも届いてるんですよね。めちゃくちゃ嬉しかったね。本当にね、あのニューシングルが出るっていうのを知ってて、それが送ってくれるっていう、そう、すごい愛だと思う。欲しいなと思ってたら届きました気持ちが届いたね。で、お手紙もね、別に読むためにね、お願いしたんじゃなくて、そうそうそう、送ってね、うん、来てくれたから、後で連絡してこれ読んでいいですかって、うん、言ったらどうぞどうぞ読んでくださいと、うん、ちゃんとねシングルの説明もしてくれて、ね、立派だよね、うん、立派だよ。もうね YouTube も見ましたけど、ミュージックビデオ皆さん見ましたか。いや、めちゃくちゃすごい。やっぱ成長も感じるし、本当にちょっと甘うちにあかりんどうした、あかりんお姉ちゃんになってて大人になってる。あいちゃんも背が伸びてる、伸びてるし、くーちゃんもね、うん、いや、せなちゃん、くーちゃんがどんどん綺麗になる。そうですよ。で、はずきちゃんですよ。卒業しちゃうってね、聞いて寂しいんですけど、今回のミュージックビデオぜひ皆さんに見てほしい。いや、絶対見てほしい。ちょっとうるっときますから、うん、来る、泣きそうだったね、うん、なんかどんどんね、やっぱりもともと歌もダンスも上手なファンファンちゃんが、やっぱり小さい子のさ、うん、成長ってすごい早いじゃん、うん、ちょっと淡うちにどんどんみんなが可愛く綺麗になってて。そうですよ、会いたい、ほんとね、うん、早くライブで見てほしいですって言ってくれてるから歌いたいし、ダーリンも歌いたいよ ね。本当に大好きなファンファンちゃんなので、ニューシングル6月28日に発売だそうなので、はい、ぜひ皆さんゲットしてもらって、してください。マリーナシティにもね、また行きたいですね、うん、はい。じゃあそんなニューシングルをかけていいということなので、うん、このラジオを聴いてる皆さんにお聴きいただきたいと思います。ファンファンでアスタリズム、夢見る星座たち。
ファンちゃんのアスタリズム夢見る星座たち。はい、いいですね。いいですね。本当にうまい。本当、何なんだろうね。なんでみんながみんなあんな上手なんだろうね。ほんであと礼儀正しいんですよ、ファンファンちゃんは。そうなんです。挨拶もいいし、はい、ステージを上がったり降りたりする時に一礼するんですよ、はい、そうですよ、感謝を込めてね。ね、で写真を撮ろうもんなら真ん中に私たちを置いてね、手でこう引き立ててくれるんですよ。そうそうそう、9歳10歳の子ができた、ね、なかったよ。ほんで9歳の時なんかもう挨拶もできんかったと思う、大人に鼻垂らして走ってたと思う、たぶんねえ。でね、マリーナシティでツーマライブした時にね、帰りにね、愛ちゃんが当時10歳かな、もう11歳になったのかな、走ってね、息を切らしておいた時ですけど、お手紙書いてきました。そうね、お手紙を増えたら私たちはもう本当に涙が出ました。大好きな家パピさんへ、全部家パピになってたけど、漢字も使ってね。で、次会った時にまたお手紙くれて、マグカップをくれたんです。そうなんですよ、愛とお揃いです。3人色違いでね、ね、次会う時はもう絶対プレゼントしたいしようね。なんか本当にね、なんか私たちがその好きすぎて、うん、三毛猫レコーズを着せたいって言って、うんうん、衣装を送りつけたりしてるんですよ、うん、それ以来なんかもうファンファンちゃんが私たちに会うたびに来てくれてた。ね、でちいちゃんがさ誕生日にって言ってさ、うん、バレッタ、そうそう、ね、髪飾りくれたりとか、うんうん、私たちがいないところで和歌山の大声大会でね、イエハピさん大好きって言ってくれたらしい。かわいすぎ。これ本当にね、だっている時ならまだわかるよ、うん、そう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 、愛を伝えようとかさ、うん、思ってくれるのかなと思ったけど、いないところ和歌山の地元のイベントで、全然関係ないイベントで大阪に気持ちを届いた。届いたよ、聞いてるかな、好きだよ、私たちも大好きだよ、ね、ね、これからも応援しようね、うん、なんかもう次歌一緒にできる時絶対泣くよね、うん、泣く、会いたかったってなると思う、ね、抱きしめてるよ、ね、抱きしめる、愛ちゃんを抱きしめたいと思います。ね、ファンファンちゃんのファンの方もニケネコショップ来てくれたり、そう、ね、ライブでね、いつもお世話になってますね、FKのようにそう、ご挨拶しにね、来てくれたり、本当に仲良くさせてもらってます、はい、ニューシングルも発売されますので、はい、うん、これからもみんなファンファンちゃん愛していきましょう、いきましょう。そしてまた来月もね、うん、どんなゲストからコメントが来るのか、はい、お便りが届くのか、はい、楽しみにしてもらえたらなと思います、はい、そして皆さんのお便りも待ってますので、待ってますよ、ぜひ送ってください、お願いします。ということで今日もめちゃくちゃ喋りました、喋りましたね、楽しかったですね、楽しかった、あっという間に終わりましたが、うん、また来週お会いしましょう、おやすみなさい、はい。